シャッタとはアラビア文字における発音記号であるシャクルの一つ。シーンの重複を表す。次義は激しさ。シャッタと同じ語源を持つタシュディードという名称で呼ばれることもある。ペルシア語やウルデュー語ではこちらの名前で呼ばれるのが普通である。2、シャクルを振った綴りの例文字の上に W のような記号を書いて記す。アラビア語の発音性格上、語中の文字にしかつかない。 和音を持たないのでシャッターのつくことはない。正門閉鎖音が連続する発音も存在しないため、にもつかない。ただしのようにシャッターの上に、小アリフのつくことはある。の字には、激しさであり、その名ががわせるように多くの場合は即音になるが、にシャッターのあるときは、という発音になる。一般に、語中における、ハムザのつかない、に続く文字が、同じく、ハムザのないか、 もしくはたマルブータであるとき、このにはシャッタとカスラがつき、全体としていいやという発音になる。例えば、ウィキペディアは、と綴るが、この最後のがシャッタ化され、綴りの上での読みは、ウィキペディアとなる。本校冒頭に掲げた図を参照。またもしくは、にあるときは、母音化のない当該シーンに、さらに当該シーンが続く発音となる。 シャクルのワにシャッターが振られた発音であり、ワに振られた発音である。前者では即音となり、後者は母音下のない M の発音に続いて、ターマルブータの A 母音を持つメートル音が来ている。スクーンのついたで終わる単語に、またはもしくはの接続認証代名詞がつく場合、そのをシャッター化させた上で認証代名詞のを取り除く。したがって、に、 接続認証代名詞がつくならば、になり、読みは、定金二位となる。定冠詞に続く語が、太陽文字で始まるとき、定冠詞のは、死因無制化され、それに続く文字はシャッタ化する。したがって、定冠詞に続く語がで始まる場合、定冠詞のは発音しないがこれに続く、名詞ごとのはシャッタ化して読むということが起きる。スクーンであることも含めて、 それぞれのシーンを区切って発音する場合はシャッターを、モチーズハルフを続けて綴る。したがって、語根が虹である、いわゆるダブル同士はシャッターがつくが、例えばの完了形一認証、または二認証単数である、を、完了形三人称女性単数のと、同じく綴ることはできない。他のシャクルと重ねて記す場合は、カスラを除き、シャッターの上に、そのシャクルを書く。また、通常、 カスラは文字の元に書くが、シャッタと重なるときは文字の上、シャッタの下に書く。なお、コンピュータ上でのシャクルの重ね書きはフォントがサポートしている場合としていない場合があるが、後者ではそのまま記号が重なってしまったり、ハルフに続いて空白の上に打たれてしまうことがある。ありがとうございます。